はい、どうも皆さんこんにちは。海辺の工務店気ままチャンネル S クラフトの新原です。本日ご紹介する平屋間取り考察動画第43弾、こちらの15坪ロフト付き平屋スタイルという形になります。こちらに住む家族構成ですね、基本は2人暮らし、ただロフトにもしっかりと収納であったりとか広さ部分確保していますので、お子様を1人加えた3人暮らしでも十分活用できる間取りになっております。このようにね、正面から見ると平屋スタイル、平屋に見えると、ただ両サイドから見るとしっかりとこのように高さがある屋根になっているので、いわゆるロフト部分になるんですけど、天井の高さをしっかりと確保しているので、まあ、2階建て申請になるというイメージです。今回は外観をこのような、ね、ナチュラルスタイルに仕上げていますけど、どのようなスタイルにも変更は可能です。それではコンパクトハウスで一番人気の15坪シリーズ行ってみたいと思います。はい、建物の大きさを見ていきましょう。こちらが玄関になっています。そして建物の間口は 8.19、まあ、だいたい 8.2 メーターですね。そして建物の奥行き 6.37 メーターと、合計で15坪。さらに今回しっかりとロフト付きですね。こちらロフトになります。ロフトもね、しっかりと奥行き 3.18 メーターの、間口が 8.2 メーター、合計で 13.8 畳のロフトになっていると。玄関を入って、まず玄関ホールあります。玄関ホールを入ってくると、正面に見えるのが寝室 5.2 畳ですね。その寝室に設けられたクローゼット。そしてこちらダイニングスペース。リビングとしてソファーを置くか、ダイニングテーブルを置くか。もちろんね、小さいサイズであれば両方置くこともできます。そして奥に広々としたキッチンですね。今回は L 型キッチンですね。これが冷蔵庫になります。ワークカウンターあるんですけど、カウンターの下に家電などを収納できるスペースになっていると。さらにここですね、収納になります。パントリーとして活用するのはもちろん日用品であったりとか掃除機、そういったものを置ける収納スペースになります。そしてダイニングからこちら突き当たりに来ると洗面化粧台ですね。さらに右側にトイレ、左側に脱衣室ですね。脱衣室なんですけど、ランドリースペースも兼ねています。そのため 2.5 畳と広い空間になっています。そして奥には1坪のユニットバス。この階段を上がって2階に行くんですけど、今回階段の下をデスクスペースとして設置しています。それではこの間取りを立体化して見ていきたいと思います。まずこちら玄関ホールになります。右側にシューズクロークですね。そしてここにコートハンガーも設置しています。左側の壁は飾り壁のニッチですね。玄関ホールを入ると正面にベッドスペースがあります。そしてここのクローゼット、収納ですね。玄関ホールからそのまままっすぐ来るとここにダイニングスペースがあります。で、壁掛けテレビですね。大きな掃き出しの窓がついています。このダイニングスペースからそのまま右側に来るとここに洗面化粧台、そして引き戸を入ると下側に1畳のトイレになります。そのまま扉を出てこちらのランドリースペースですね。洗濯機があって収納棚をきちんと設置しております。その上には1坪のユニットバスですね。ダイニングスペースから上に行くと、はい、こちらキッチンスペースになります。 L 型のキッチンがあって冷蔵庫ですね。そしてワークカウンターを設けていると。キッチンからこちら右側の収納に入るとしっかりとね、区切られた収納スペースになっています。はい、こちらロフトスペースになりますね。広いロフトが広がっています。約14畳のロフトスペースと、今回はねこのような外観になっていますね。明かり取り用の窓をしっかりと設置しています。裏側にも住宅があるという想定で作っているので、窓はすべて高窓になっています。さあ、それでは気になるルームツアー行ってみたいと思います。どのような中の見た目になっているのか非常に気になりますね。はい、玄関入ってきました。今回は夜のルームツアーを行いたいと思います。はい、まずこちらですね、右側にはオープンのシューズクロークがあります。
さらに右を見るとここにはコートなどをかけていただけるスペースになっています。ここは飾りの壁になっています。タイルを貼ってもいいし写真などを貼ってもいいし、ご自由にお使いくださいと。そして玄関の床はタイルになっていますね。こちら正面ですね。正面に寝室あります。今回は扉も何もついていないのでこのように目隠しのルーバーをつけてみました。そして玄関の天井を見上げるとなんと吹き抜けになっています。このようなイメージですね。まず正面に見えてくるのは寝室になります。こんな感じですね。そして左を向くと、はい、まず寝室の収納があります。さらにこちらダイニングキッチンですね。もちろん上はこのように吹き抜けになっています。そして玄関スペースはこのようなイメージになりました。はい、ダイニングテーブル側からまずここキッチンが見えますね。オープンのキッチン、さらに上のロフトですね。このようなイメージになっています。開放感ありますね。そして今回ですね、階段はオープンの階段になっています。それではキッチンの方に行ってみましょう。はい、今回は L 型キッチンですね。このように L 型キッチンになっています。そしてこれがワークカウンターですね。キッチンから玄関ホール側を向くとこのようなイメージになります。すべての天井が勾配天井になっています。そして左側には、はい、こちらデスクスペースですね。今回デスクスペースはこのように壁埋め込みの棚を作っています。そして階段下なんですけど階段がオープンになっているので圧迫感のない空間となりました。はい、こちら L 型のキッチンですね。大きさは 2.1m×1.9m と。そしてこのワークカウンターの下にはこのように家電が並ぶようになっています。さらにこの収納庫ですね、このような形でしっかりと棚を設けています。このように掃除機などを置いてもらって大丈夫ですね。壁掛けテレビのこの壁ですね、この壁は高さ途中までで止まっている、上まで行っていないんですね。そのため空気の流れとか照明の明るさとかがしっかりと確保できるような空間が作れています。ダイニングスペースから左側を覗くと、はい、洗面化粧台があります。ここ洗面化粧台ですね。そして右側には1畳のトイレ、左側には脱衣室兼ランドリースペースという形になります。最初からこのようにね、仕切った棚を作ってあげると収納スペース、物置のスペースとして非常に活用できると思います。天井にぴったりとついた高窓ですね。これで明かりをしっかり確保します。そしてダイニングスペースのこちら側ですね、ガラスブロックの明かり取り窓を入れています。リビングの明かりをね、取り込んだりとか、こちらの外側の窓から入る光をこちらの方にまでね、ある程度届けることができると。ダイニングスペースから見るとこのようなイメージになっていますね。これでも15坪の建物になります。さあ、それでは気になる上のロフトスペースですね、そちらに行ってみたいと思います。はい、やってきました。こちらロフトスペースですね。今回はイメージとして170センチの女性を1人ここに立たせてみました。高さ的にはこれぐらいの高さというイメージだと思ってください。一番低いこちら側で75センチですね。そして奥までしっかり一部屋になっていると。ロフトからキッチンを見下ろすとこのようなイメージですね。開放感がすごいです。そして屋根にはお決まりの遮熱ですね、断熱遮熱パネルを使っているので真夏でも暑くない、エアコン1台で効率がいいという建物です。ロフトを進んでいくとこちら側、壁で囲われている部分ですね、ここをしっかり棚をつけてあげたりすると収納スペースになります。さらに奥ですね、この奥に来るとここはまた吹き抜けになっているんですね。下が見下ろせるようになっていると。ここのスペース、使い勝手としてはデスクスペースですね。ここにカウンターもしくはデスクを置いてもらってパソコンなどをやったりする、勉強をするスペースになります。そしてここの吹き抜けを見下ろすと、はい、このような感じで玄関ホールを見下ろすことができます。ダイニングも見えますね。ということで今回ですね、ロフトを結構重視して作った間取りになります。これだけ広さがあって外から見ると平屋に見えると。使い方次第ではロフトに1箇所壁を作ったりすることで、部屋と部屋っていう形で分けることもできますね。
はい、ということで今回の間取りですね、結構ね力を入れて、まあ、この辺の照明であったりとかいろいろねバランスよく配置してみました。仮にこれを建てるとなるともう本当にこのイメージのままになると思っていただいて大丈夫ですね。寝室からね見た時のこの雰囲気がね、自分はこれ間取り作りながら結構好きだななんて思います。ちょうどベッドに横になるとこの壁で隠れるんですよね。そしてこのルーバーも斜めに設置してあるので玄関側から見ると本当に見えない感じになりますね。これが玄関側から見た様子なので隙間がとても狭くなるんですね。斜めになるというのはこの板をこのように、ね、角度を斜めにつけて設置しているので、これが離れていくとほとんど見えなくなると。ここオープンになっているので確かに寝るときは落ち着かないかもしれないですね。その時はここにパーテーションなどをつけてみてはいかがでしょうか。ということで今回こちらの15坪ロフト付きという間取りをご案内してみました。コンパクトハウスシリーズで一番人気の15坪、これをねぜひ建築したいなとか費用ってどれぐらいになるんだろうと思った方は概要欄のリンクからホームページの方へお問い合わせいただければと思います。